これはトロピク。何じゃたけさん。あれ？なんかまたまたですか。何？なんか駐車場入ってますけど。おすすめのね。そこが大神宮なんで ね, ねもし時間あれば今度行ってみてください。はい、じゃあ行きます。あの年始とか1万人ぐらい参拝客来ますよ。そんなに、結構日系人多いですけどね。あの大太で一番古い神社なんで。鶏、うん、鶏は。Thank you.
スモークっぽい味がつくんですよね。キアベグリルってキアベバーベキューとか書いてあったら美味しいですよ。うん、ちょっとフレーバーがついてるからね。Thank you.
れ様でした。無事終了ということで、行きます。たけさん、なんか見たことあるような通りなんですけど。はいはいはい、はい、土屋さんなんですけど。そうですね。なんか同じ絵を見たような気がするんですけどね。いや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 。なるほど。サンドイッチ屋さんだと、はい、ラージとのってこのぐらいなんですけど、はい、このサンドイッチ屋さんはね、はい、ラージっていうかジャイアントっていうビッグサイズがあって、はいはいはい、頼むと私の体の半分ぐらいのサンドイッチが来るんですよ。なるほどですね。なんか同じ言葉を聞いてる気がするね。すいません、今日もこっちになります。すいません、ありがとうございます。編集してもらってる。はい、ありがとうございます。美味しいって喜んでくれました。スムージーね、なんかすごい喜んでましたよ。あのね、娘さんとシェアしてね、そうね、あれがね、めちゃくちゃ穴場のスムージーで美味しいんですよ。おすすめのお店があるんですよ。読んじゃえ、ね、ない。
ちのおすすめを。でしょ。でしょだな。なんか昨日も来たような気がするんですけど。気のせいじゃないですか。気のせいですか。ミニっていうのは日本でいう普通のサイズで、レギュラーっていうのは日本でいう大きいサイズなんですけど。ジャイアントがね、ジャイアントがね、ヤハワイにはない。あの、スモールが4つ付いてる。わかりました、わかりました。でかいのが2つ付いてる。それをね、頼みたい。チーズステーキがあるんで、それを頼みたいと思います。はい、よろしくお願いします。実は今日ね、スペシャルのほら見てください。いや、それ分かってる。でもね、はい、これいつもと違うんですよ。いつもと違うんですか。実はこれ頼むと、はいはい、フィリップチーズステーキ頼むと、はい、オニオンしかつかないのが、今日特別にね、はい、これ本当はつけられないんだけど、店員さんに行ってベジタブルつけてもらったんですよ。あれしてた、それ昨日もなんかつけてもらってなかった。でも今日はね、ユージュアリー、あ、でもちょっと違うんだもん。今日は見てください。あ、でもアボカドみたいなの入ってないのか。プラスアボカドもつけてもらった。あ、すごいすごいすごい。ここね、アボカドはね、さすがに無料じゃなかったんだけど。そうですよね。4ドルつけるだけでこんなにアボカドつけてくれる。わお、わお。アボカドをサンドイッチみたいになったんです。これをね、食べ一緒に食べましょう。わかりました。あ、これ切ってもらわないの。これ、あ、切ってもらわないと。今日ね、3日連続だったんだって、この食べに来た。そしたら、愛の言うって、昨日も来てたよねって、昨日も来たって、覚えてくれてました。で、今日はね、ちょっと量が多いからね、半分でって、4つに4等分にしてもらいました、食べやすくて。はい、これ日本のスタイルね、こっちだからね。それが4つ入ってるんで、ジャイアント。ジャイアントでね。じゃあ、いただきます。いただきます。今日も乾杯しましょうか。乾杯、いただきます。アボカド入れます。毎日グレードアップしてます。